はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は HSP がやってはダメなことについてお話ししていきますね。あなたは HSP がやってはダメなことってあるのかなと、そのように疑問に感じたことはありませんか？ HSP だから特別に気をつけていく、そういったポイントがあれば知りたいなと感じていたりとか、 HSP が陥ってしまうようなそういった考え方ってあるのかなと考えたことがあったりとか、HSP 対策で何か良い対処法があれば知りたいなとか、そのようにあなた自身も一度は考えたことがあるのではないでしょうか。 HSP が陥りやすいこと、やってはダメなことについては普段のカウンセリングでも多くの HSP さんからよく聞かれることなんですよね。私自身も過去同じ悩みを抱えてずっと生活していたって時があったんですね。 HSP という概念を知る前は毎日こう漠然とした強い不安感を感じて、ずっとそういうふうに生活していた時期があったんですよね。何をしてもうまく進んでいかないなと、そのように感じてずっとうつうつしていたということがありました。過去の私と同じように HSP 気質の自分のことがよくわからなくて不安や恐怖で悩んでいる HSP さんも多いと思うんですよね。今回は普段 HSP さんとカウンセリングで、そのする中でですね、こうよく聞くお悩み3つとやってはダメなこと3つをシェアしていきたいと思っています。ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。そしてこの HSP については過去の動画でいくつかお話ししている動画もありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。私は普段心理カウンセラーとしてオンラインを中心にカウンセリングをしています。 YouTube では心理学的視点から日々の生活のお悩み解決法についてお話しさせていただいています。動画を見てよかったなと感じていただければ、いいねやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、まずはじめにカウンセリングで HSP さんからよく聞くお悩みについてお話ししていきますね。まず一つ目が他人の言動が気になってしまうといったようなお悩みです。 HSP さんは相手の一言一言にとても敏感になっているんですよね。そのことで今相手が言ったことは自分への不満なのかなと考えてしまうということもよくあるんですね。その原因の一つに相手に対してその相手に期待してしまっているということがあったりするんですよね。例えば職場の人間関係でその同僚に対してきっと相手はこう言ってくれるはずだと強い思い込みをしてしまって、それがまた違った返しが来てしまうと、あ、なぜだろう、もしかしたら自分の対応が悪かったのかなとか、そのように自分に問題があるように感じてしまったりもするんですよね。はい、次にカウンセリングで HSP さんからよく聞くお悩みの2つ目としては、人の気持ちに流されてしまいやすいといったことがありました。HSP さんの特徴の一つでもある相手の気持ちを敏感に察知するといった特徴が関係していたりするんですね。このことから人の気持ちに流されやすくなっている HSP さんは多いのではないでしょうか。例えば職場の上司の朝の挨拶が自分に対してそっけないなと感じると、あれ、何か自分が悪いことをしたのかなと感じてしまうっていうことがありますよね。これは私自身も過去によくそのように感じたことがありました。自分の行動に何が非があったのではないかなと、そのように感じてずっとモヤモヤして過剰に自分を責めてしまうということもあったんですよね。そのように相手中心となってしまうということで、一日他人のその行動が気になって自分を責めてしまったり、そして結果ですね、自分のことを後回しにしてしまうということにつながっていくんですよね。はい、次にカウンセリングで HSP さんからよく聞くお悩みの3つ目としては、気持ちを理解されない、共感できないといったようなお悩みです。 HSP さんからよく聞くお悩みにとても多いのが、話ができる人は周りにいるんだけども自分の本心を話すことができていないといった、そういったお悩みなんですよね。 HSP さんは周囲のことをよく観察していて、相手の細かいところに気づける人が多いです。そのため周囲からはしっかりしていると思われて言われてしまうんですけども、自分ではそう感じていないために気持ちを相手に打ち明ける、そういった場とか相談する機会を見失ってしまいやすかったりするんですよね。また周囲からはその HSP 気質に対して、それは考えすぎだよと言われたりとか、神経質になりすぎなんではないかなとか言われてしまうこともあって、周囲の共感を得れていないなと感じることがあるんですよね。
はい、次に HSP さんがやってはダメなこと3つについてお話ししていきますね。まず1つ目が白黒思考です。これはうつ病予防でもよく言われることなんですけども、0か100かの白黒思考をやめていくということが大切になるんですね。白黒思考とは、例えばうまくいくかいかないかの2択であったりとか、成功か失敗か、そういったですね、二者択一での考え方のことなんですね。100点以外は0点だといったような、そういった思考なので、いつでも中間ゾーン、グレーンゾーンがないことになります。実際は30点、50点、80点とできていることも見えなくなってしまいやすいんですよね。ここでのポイントは、できたことを数値化していくといったようなポイントがあります。今日は30点できた、よくやったよと、そのように自分に言ってあげたりとか、あとは昨日に比べて50点もできた、いいよ自分と、そのように、自分に対してですね、こうできたことにフォーカスして、そして数値化して、捉えてあげるようにするといったような方法なんですね。これは減点方式から加点方式に視点を変えていくといったところになります。はい、次に HSP さんがやってはダメなこと2つ目としては、ネガティブ思考です。先ほどの白黒思考でお話ししたように、30点、50点、80点を取っていたとしても、それでは低いよ、ダメだよ自分はと、そのように自分に言い聞かせてしまったりとか、もっと周りより高得点でないとダメなんだよと、そのように考えてしまうということをネガティブ思考と言えるんですよね。例えばですね、仕事で70点を取っていたとしても、その残りの30点ばかりに目が行ってしまうということで、あそこができていなかったな、なんでその30点できなかったのかなと、そのことばかり考えてしまったりとか、あ、もっと自分は頑張らないとダメなんだよなと、やはりそのように感じてしまうと、マイナス要素しか見えなくなってしまうということがあるんですよね。そうなってしまうことで、毎日楽しくないことが自分には起きているなと感じてしまったりとか、うまくいかないことばかり自分は起きるなと、そのように感じやすくなってしまいますよね。これがネガティブ思考になるんですね。さらに、また悪いことが起きたなと自ら口に出して言語化していってしまうとですね、それがアウトプットになって脳が強化してしまうってことがあるんですね。ネガティブなアウトプットをすると、ネガティブ思考がパワーアップされていってしまうんですね。ここでのポイントは、寝る前にですね、今日できたことを一つでもいいので日記につけてみてください。あ、今日は、ブログ記事を読んで一つ新しいことを学ぶことができたなと、そのように感じたらそれを書いてください。または、YouTube で動画を見て悩みが一つ軽くなったなと感じたらそれも書いてみてください。どんなことでもいいので書き出してアウトプットするということが大切になります。この書き出していくということで、ポジティブ思考をアウトプットすることができます。そうしていくことでポジティブ思考がパワーアップされていくんですよね。はい、次に HSP さんがやってはダメなこと3つ目としては、一人で抱え込むことなんですよね。メンタルケアではよく言われることでもありますが、人は誰かに相談するということでストレスの解消に向かっていくと言われているんですね。カウンセリングにいらっしゃる多くの HSP さんは、今まで誰にもこのように自分の本心をお話しするということができていませんでしたと、そのようにおっしゃるんですよね。 HSP という概念も周知されないような環境で生活している方がほとんどですし、人に自分の話を打ち明けること自体を苦手としている、そういった HSP さんが多いからなんですよね。メンタル疾患はストレスが溜まって爆発することで起こると言われています。 HSP さんはそのストレスの発散がうまくできていないという方が多いと思うんですよね。私もその一人でした。話をすること自体がいつも怖いなと感じていたんですよね。誰かに話をするということから、まず始めてみていくということで、ストレスも軽減されていくと思います。また最近ではオンラインカウンセリングも定着してきているんですよね。このオンラインカウンセリングは、家にいながら心理の専門家と話をすることが可能です。ぜひですね、オンラインカウンセリングも活用してみてくださいね。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は普段 HSP さんとのカウンセリングの中でよく聞くお悩み3つと、やってはダメなこと3つについてお話しさせていただきました。今回お話しした内容に共感された HSP さんは多いのではないでしょうか。考え方のそういった違いで目の前のことが楽しめなくなってしまうということがよくあると思うんですよね。 HSP の特徴をまずはよく知って、今まで自分が持っていた視点であったりとか考え方を少し
変えていくということで、人生を楽しく幸せに生きていくことも可能になってくると思います。自分がどんな気持ちなのか、何をしたいのかわからなくなって途方に暮れてしまう経験を HSP さんはしている方が多いんですよね。私も過去に一体自分はどうやって生きていけばいいのかなと、そのように漠然とした不安を感じてずっと悩んでいたことがあったんですよね。今回ご紹介した白黒思考をやめるとか、ネガティブ思考をやめる、一人で抱え込まないようにする、そういった対処法をぜひ実践してみてくださいね。今回は HSP さんがやってはダメなことについてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなとか、新しい気づきのきっかけになりそうだなとか、そういったところが一つでもあったらとても嬉しいなと思っています。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。